どうも皆さん、ヒカキンコシタイネ TV です。今回はですね、虹ヶ咲の2期第1話新しいときめきの、感想について話したいと思います。やっと来ましたね、虹ヶ咲ね、俺のランジュがね、まあ1話からちょっと暴れてしまったと。ちなみになんですけども、タグエンも、まあ、虹を見たとのことなんですけども、どうやらタグエンはやっぱりラブライブに対してツンデレかな。まず一気に見てたのにもかかわらず、東京ビッグサイトが虹ヶ咲の学校だってことを知らなかったっていう。なんでオープンキャンパスで東京ビッグサイト借りれるんだよ。え、何？え、虹ヶ咲、東京ビッグサイトが学校なのとか。いや、お前一気に見てただろ。タグお前一気に見てたのに何してんだよって。まずそっからだよね。うん。まあ、タグインはまあどうせ見るでしょ、なんだかんだ言ってあいつ積んでるだからね。ってことでね、まあ早速やってまいりましたと。まあちょっとね、まあこれに関してはね、多分、ちょっとまあ早めに出しとかないとなって。だって毎週、まあ虹もやるし、7月からリエラの方もやるから、ね、これに関してはちょっとね、ハイペースというか、ちょっと頑張りたいなと思います。はい、では、ちょっと内容に関してなんですけども、まあ今ちょっとホームページ見てるんですけども、まあね、第2回のこのね、まあ、フェスティバルを、まあ、企画するために、まずオープンキャンパス、さっき言ったその虹ヶ咲でオープンキャンパスを、ね、あって、そこでちょっと宣伝しようと、まあ、いうことになったんですね。なって、で本当はちょっと会場を、まあ、抽選で会場をゲットして歌って踊ったりしたかったんだけども、ちょっとまあ抽選に外れてしまったと、残念と。でもなんか映像は流せるから、じゃあその映像を作ろうということで、一番最初に流れたのがその、まあ、MV とか PV とか宣伝用 そのプロモーションビデオみたいなのがバーって流れたので、みんなスーツ着てで、なんかホモみたいな感じになってて、で、じゃあ、そのオープンキャンパスで流そうっていう、まあ、感じになったんですよ。で、まあ、そこで、まあ、試客、ランジュ、ね、ランジュちゃん、あの子は太陽の子待ち、ランジュと、ミヤテイラーが来たと。そうで、まあ、しおり子はね、オープンキャンパスの実行委員かな、っていう立ち位置で、まあ、初登場してと。意外にしおり子アニメの中意外なのかな、まあ、意外でもないか、まあ、結構淡々としてる感じで、でランジはね、何回も言ってるけどね、最初恋がねちょっと幼すぎて拙いなと思ったけど、今もうランジあの感じだね、あの感じがいいななんて癖になっちゃったね。でそれランジ登場しました。でみんなでわーしたしちゃめっちゃわーみたいな感じで、で、映像、まあ、プロモーションビデオかなを流そうとしたら、本来流すものじゃなくて、まあ、NG 集とかもうなんか変なの流しちゃったみたいなね、まあ、いわゆる NG 集的な感じでいいでしょみたいな、全く使う予定のない映像を流しちゃってね、ピケアーみたいな感じになって、でそれでね、あわあわってしてる時に、ランジュが、まあ舞台じゃないけど、ね、あのね、私の歌を聴けーっつってね、まあ見に行ける領域見解だね、まあシェリルじゃないんだけどね、ね、まあ、クロスフロンティアじゃないんだけどね、またね、バーンって領域見解して、まあ、ランジュが、新曲を歌ってホモーっつって、で最後で、まあ、ランジュはちょっとね、この同好会じゃ夢叶わないからちょっと入んないよっつって、で、まああのあれだね、ポムじゃねえや、まあ、同好会みんなもね、望むところですね、あのぶっ殺してやろうみたいな感じで、でなって、それでねバイバイっつって、まあ、終わったんですけども、まああの入りとしては、すごい、無難で良かったかななんて。でこれ毎回思うんだけど、まあ、やっぱね、どの一話もそうだけど、どの一話もね、特に作画、特に食べ物のシーンの作画はやっぱり力入れてるんだなと思った。なんかラブライブに限らず、どの、まあ、アニメでも食べ物が出てくるものに関しては結構作画、なぜか知らないけど食べ物に作画力入れてるんだよね。なんかちょっと関係ない話になるんだけど、 FF14 作った時になんか何だったっけな、単数3ヶ月書いてましたみたいな、でドラゴン1年半書いてましたみたいな、そんな感じで、多分あの食べ物コピーパンとかあのシーンだけに、まあ多分3ヶ月くらいかかったんでしょう、瓶とか花瓶になんか半年か
書き手書きで書きましたみたいな、まあ、そういうレベルだったでしょう。だって明らかキャラデザインよりキャラクターの作画より食べ物の作画の方が良かったからねっていうのもちょっと思ったかな、うん、で、あとね、そう、あの間違って映像流しちゃっただけ、ランジュがちゃんと ね電話でスマホでピピピって連絡してミヤに、ね、曲持ってこいやったんかバカ野郎っつって、で、あそこねって感じでね、病気展開でね、私の歌を聴けっつってね、シェリル発動。てかそう、ランジュシェリルだよな。てかさ、そう、感想としてさ、やっぱランジュ同人誌向きだよな。てかランジュは、これ前も言ったけど、ランジュはラブライブシリーズの中で一番同人誌向き、もうほんと同人誌のために生まれてきたキャラだよ。だってクソエロいじゃん、ランジュ。クソエロいし、キャラクター的にもキャラクター性格的にも、まあ ランジュ地上っていうか、ランジュ多分犯される方だろうね。まあ俺ランジュに犯されたいんだろうね。あね、ボンキュッポのね、160号だっけね、ボンキュッポのね、ランジュに犯されたいんだけどね、ね、まあ、みんなもそう思ってるけど、まあ、でもどっちかっていうとやられ役かな。うん、そうだね、受けになって攻めたと思ったら、実はこうバーって、ね、やられちゃう感じのタイプかな。もう本当に同人誌だから、はい、マジ今年のコミケ、マジで夏コミ、マジでランジュの同人誌大量生産しよう。俺いっぱい買ってあるから。ランジュの同人誌はマジ少なすぎる。そこがちょっとね、今のところ不満点かな。もうアニメと全く関係ないんだけどね。でもアニメとしてはいい入り方ですねって。さあ、まあこっからどうなっていくのかな。で、多分2期が終わればね、夏コミで多分ランジュの同人誌、もうむしろみんなランジュのジョン、ゾーン、ラブライブがあって、虹があって、虹の多分9割強多分ランジュの同人誌しかないから。うん。ね、別に俺全然そのランジュで塗ってきたいとかそういうな不純な理由じゃないけど、ただランジュをね、こう芸術としてめでるためにっていう感じかな。うん。ちょっと欲しいななんて。やっぱりね、あの虹、うん。これも前も言ったと思うけど、やっぱり、まあ、アイマスだし、アイマスプラスやっぱりマクロスだよねみたいな、歌の部分は狂気展開だしみたいな、うん、やうん、でもそこにランジュが入ってきたことによってちょっと一気よりかはストーリー性増すのかな。一気は正直さ、ほんとアイマスじゃん、まあ、キャラをめでるっていうね、うん、あのだタグエン寄りだよね、萌え豚さんより、タグエン寄り、俺も萌え豚だから分かる、キャラをめでて、ね、ベヘベベロベロチッチみたいな。二気がちょっとストーリー性強くなるのがね、ランジュが入ることによって。でも俺はランジュ萌え豚だから、俺はランジュをめでるけどね、うん、ちょっと2期はどうなるかわかんないけど、ちょっとね、まあリエラのもそうだけど、2期はストーリーに期待したいなみたいな、ちょっとなんか心に残るような。1期ははっきり言って、うん、これリエラでも言ったけど、1期はうんね、ちょっとまあ良かった、悪くはなかったけどねみたいな、うん、ただちょっとね、心に残るものがあんまなかった。まあキャラそのものを見るっていうその関係性ではいいんだけど、ちょっと 120% を超えてほしいなっていうのがあったから、まあ2期はだからどっちも、まあリエラが、まあ、7月やるけど、まあ、虹もスーパースター7月やって、今虹やってるけど、虹にはちょっとランジュが入ってきたことによって、そこね、対立じゃないけども最終的にはお互い認め合う感じになるのかな。大体そんな感じじゃん、みんなで仲良くわーみたいな感じに、まあ、なるのはなんとなく分かってんじゃんね、最終回でね、殺し合って、それで誰もいなくなったみたいな感じにはもうなんないのわかんじゃん、うん、で、その分かった上でどういう風に見せてくれるのかなみたいな、うん、もう正直、今の虹とリエラの路線だけど、M 路線は正直なかなか難しいと思う。なぜなら3、まあ3言ってしまうと、まあリエラ、まあ諸説あるけど、でも虹はまあ3代目とか3番目に出てきたじゃん。で、リエラは4番目に出てきたじゃん。まあ、虹、リエラが3代目みたいな立ち位置になってるけど、でも3番目に出てきたのは虹で、リエラが4番目じゃん。で、9月末にバーチャルスクールアイドル出るじゃん。まあ、サイド M じゃないな、残念だったけど、それはマンネリ化するし、新鮮味がないから、なかなかもう難しいとは思うけど、別にそれは、それで、で別にミューズ、アクアみたいな感じで、見たいとも思ってないし、うん、それは、うん。そうだね、とまた話別になるけど、リエラの最終回とか本当オマージュだったけど、あれは、うん、1期だからいいけど、2期あれやっちゃうとまずいよね。だって俺はそのリエラの物語、虹の物語を見たいわけだって。で、今回も虹の物語だけど、虹の物語なんだけど、それで 120% 超えてくれれば俺の中で満足かなっていう。まあでも多分毛色が、路線が違うから、うん、ストーリーというかキャラを見てる感じかな。で、何もトラブルなく、なんかまあ、無難な感じというか、まあ、なんか何もトラブルなく、まあ、こう収まった作品でしたという意味で、まあ、アイマスなのかな、うん、まあ、どうなるかちょっとわかんないけどね、また、まあ、1話とかっていう感じですかね。はい、まあ、てな感じでね、
2次化先の、2期1話、新しいときめきの、感想だったんで、まあ、次回も今度ね、ちょっと頑張って毎週こう早めに上げられるようにしていきたいんで、はい、なんで、皆さんも、ランジを応援しましょう。